ジャガレコ作ります。ジャガレット、ジャガレット作ります。水 120g です。どこに入れんの、これ残します。じゃがりこチーズ味です。さあします。焼いてないんだけど、うん、4分から5分混ぜます。待ちます。待ちます。もうで、開けてみます。わ、全部吸収してる。混ぜます。はい。どのぐらいになったらいい？ぐしゃぐしゃになるもん。うん、ポテトサラダみたいな感じになるまで。ちなみに砂糖入れるんですか？塩、塩です。フライパンを熱します。どれ？いいよ。チーズ乗せます。まんべんなく。OK、はい、混ぜます。溶けるまで。美味しそう。助けろー。じゃがいもの悲鳴が。助けて。あ、おお、いいね。まだこの。滑らすの？うん、滑らしてここに乗せてひっくり返すんだって。気をつけて。ほんでこのまま。よいしょ。あ。裏返ったでしょ。で焼く。おお、美味しそう。少々。はい、完成です。美味しそう。美味しそうだね。じゃあ早速食べてみよう。食べてみよう。いただきます。いいよ、食べて。切れない。熱いかも。マクドのね、ポテトの味がする。嘘、マジで、うん、食べてみよう。え、マクドのポテトってあのハッシュポテト、朝のやつ。あ、そうなんだ。マジ。いただきます。でしょ。待って、なんかチーズメインで食べちゃう。
しい。うん。でしょ？うん。チーズもりもりや。うん。そうよね。じゃがりこがさ、こんなにうまいとは。ね、こんな料理になるなんてすごいよね。おいしいです。よかったよかった。カリカリ。油すげえ。ごちそうさまでした。美味しかったですか？うん、また作りますか？はい、じゃあみんなも作ってみてね。バイバイ。